よし、動画でも撮るか。あれ、あれビデオがない。わかった、間違えてしまってる。え、いや間違えてしまってるビデオ。いやいや間違わない間違わない、いつも自分のやつぐらいわかるわ。他に撮る人いないからね。いやいや、撮る人っていうか別に、お前いつも大体どっか間違えてしまったんでしょ、どうせ。いや、閉まってない。閉まってる。俺、ヒカキンって書いてあるから、ね。じゃあ一応見てよ。ヒカキンって書いてあるビデオ。書いて、俺、名前貼ってある。お前、閉まったやつ書いてないって。ちょっと見てよ、一応。さすがに間違わねえよ。ビデオカメラ似てるもん。いや、似てるけど。今日のセカンドショーは。あれ、勝手に使ってる。俺、だから言っただろ、俺じゃねえっつって。はじめくん勝手に使ってんじゃねえかよ、お前。間違うわけないって言ったろ、だから最初から。そんなキレられても俺悪くないから。悪くない、疑ってるの。俺悪くないから、だって。勝手に使ったはじめ社長が悪いんだよ。いやいや、親分、いいじゃないですか、カメラぐらい。ねえ、親分、貸してください。よくねえよ。いやいや、いいじゃないですか。よくないだろ、それは。カメラぐらい、親分。いやダメでしょ。はじめくん、何勝手に使ってんだよ、俺は。ダメだろ。いいじゃないですか。もういいじゃないですか。やだやだ。私の中にもレギュラリティを。あ、いや、お、ま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 、はい、ということで皆さんこんにちは。セイキンゲームズへようこそ。セイキンです。今映像をご覧いただいた通りなんですが、はじめ社長がヒカキンのビデオカメラを勝手に使っているというところから男たちの戦いは始まりました。ちょっとね、決着がつかなかったので、約1ヶ月後にアバベルオンラインというゲームでそれぞれの軍団を作って決着をつけることになりました。はい、こちらの画面をご覧ください。説明のところ読むと、アバベルオンラインはスマートフォン最高峰のグラフィックで描く本格 3D アクションのオンライン RPG、MMORPG ですと書いてあります。まあ、このゲームでオンラインで対戦をすることになると思うんですが、僕、セイキン、なんとですね、まだ昨日ダウンロードしたばかりで、まあ、スーパー初心者なんですよ。なので、1ヶ月後の戦いに備えて練習に励みたいと思います。さあ、アバベルオンライン、始まりました。初めやって思ったんですけれど、まずね、グラフィックがオープニングの時点でめちゃめちゃ綺麗です。あと曲も壮大な感じですね。では行きましょう。はーい、ということなんですけれど、これね、僕なんですよ。何せね、始めたばかりなのでまだレベル12ということで、かなり序盤です。もう装備もね、初期装備ですね、これは完全に。でもね、これ顔とか最初選べるんですけれど、めっちゃかっこいいやつにしたんですよ。イケメン系だよね。さて、始まりましたよ。まあこういう感じで MMORPG なので、いろんな人がね、リアルタイムでやってるんですよね。これみんな今やってる人でしょ。まあ時間帯によってね、人の量は変わると思うんですけれど、みんな広場に溜まってたりするんですよね。どうやらこの階段は溜まり場のようだな。みんないますね。ああ、この辺もね、ちょくちょく人がいます。みんなどういう装備してんだろうな。おお、なんかめっちゃ回転してる人いるな。今回ね、練習編ということで、非常にまあ初心者なんですけれど、お付き合いください。まず操作法のおさらいなんですけれど、左の方のね、このスティックみたいなとこでこう動かすことができるんですよね。これでこう歩いていって、まあ走っていって、あとは画面をこうスーッとこう動かすと向きを変えることができますね。あとは右の方にいっぱいボタンがあると思うんですけれど、一番緑の大きいボタンが、これ普通の攻撃、こうでね、今なんかこう剣みたいなやつなんで、こう剣っていうかナイフかな、これでこういう風に攻撃することですよね。あとは下のこの青っぽいボタン、これはジャンプなんですよね。これジャンプできるの僕すげえ嬉しいなと思ったんですよ。 MMORPG でこうジャンプできないやつとかもあると思うんですけれど、これジャンプがね、できるの僕は好きですね。あとは赤っぽいやつ、右下の赤っぽいやつはなんかこう回転、ほいはっ、こうね、ジャンプしてこう回転してツアーみたいなね。あとなんかしゃがむのができるんですよね、これね。これでほい、あ、しゃがむってか座るのか、これ。これ休憩ボタン、これ。
この時は今休憩してるからちょっと待ってろよっていうボタンですかね、これ。よし。つまりあれだね、みんな広場に集まってこう座ってるわけだ、休憩して。こう来て、じゃあ僕もちょっと仲間に入れてくれよということで、ここでちょっと、うっし、いやー疲れたぜって感じだね。こう画面寄ってるのできるんだよね、これね。おー、みんな休憩してんなー。てか寝てる人いるんじゃない、あれ倒れてるわけじゃないよね。寝てるんだよね、あれね。いろいろその体勢があるのかな、いろいろね。あと緑と青い瓶があるんですけど、これは何かなと思ったら、アイテム、バッグ、これはですね、多分こっちに書いてある、あ、ありましたね。緑のやつが、これは HP 回復の薬ですね。で、青いやつは SP 回復薬。まあおそらく、必殺技とかを使った時にこれを消費するんでしょうね。で、回復させたい時はこれを飲めばいいということでしょうね。で、上の方に赤いボタンがあって、これ1って書いてあるんですけれど、これは、押すと2、3、1、2、3まであって、それぞれ自分で好きなこうアイテムをセットできるってことですよね。2、3、まだこれ全然セットしてないんですけど、1番の普通のやつですね、僕一番最初のやつ。まあ基本操作はこんな感じかな。なんであそこの軍団なんかファン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 なんか回復してんのか、なんなのか、なんだとこれ。ちょっと仲間に入れてくれ。ここに行くとなんか回復するのかな。へへへ、ちょっとあれ。よく分かってない人一人だけいるみたいな。なんだこれ、すげえ魔法みたいなの使ってんだけど、なんでしょうねこれ。これ何ですかこれ。特になんか回復した様子は見られないが。まあいいや、後々覚えていこう。それではね、戦いに行きますか。ここに行くとおそらく戦いに行けるんですよ。よーし、来ましたね。草原みたいなところに来ましたよ。そうで、ここに来ると多分敵がいるんですよ。まあまだこれかなり序盤なんで、そんな強い敵はいないんですけれど、あれ、ここに敵いたはずなんだけどなぁ。あー、出てきた出てきた。まあなんか練習用の敵みたいなやつですね、これは。なこういういろんな敵、オークとかリーフリザード、まあいろいろね、敵がいるんですけど、これをまあこう、よしって感じでこう倒せばいいんでしょ。まあでも直感的に操作ができるから僕はやりやすいですね、こういうゲームはね。わーさあ、このね、360度自由な感じ、すごくいいよね。しかしね、スマホとは思えないぐらいリアルですね、これ。本当に。うお、すげえ、なんか銃みたいに使ってる人いる。これなんか職業があって、銃が得意な人とか、まあ剣が得意な人とかいろいろいるんですよね。僕今職業は、これなんだっけ？職業、ウォリアー。これ多分接近戦に適した職業なんですよね。本当はね、僕も銃使いこなしたいなとか思うんですけれど、まあまずはね、接近戦から学びましょうっていうところですよね。で、ここで戦ってばかりいても何も進まないので、クエストを受注して、それを一つ一つクリアしていかなきゃいけないんですよね。それが基本的な進め方だと思うんですけれど、どっかに案内人みたいな人いるはずなんだけどな、どっか行っちゃったな。あれ？どっか、案内人の方どっかすいません。あー、いたいたいた、これかな。クエスト管理人アリア、君かい。メインタワー解放用のクエストを管理しています。クエストをこなし塔の上を目指しましょう。あ、これでいいのかな。よし、あー、あったあったあった。これで、未受注の、クエストを受注してそれをクリアしていけばいいんですよね。草原エリアでいいかな。じゃあちょっとで、草原エリア、これは、あ、リーフリザード、オーク、エミュー、討伐ってことですね。よし、これ受注。オッケー。じゃあ、この3種類の敵を、とりあえず倒して、各3体、5体、4体ってことですね。これで、この人にまた報告すればいいってことでしょ？多分、ここにいる敵のことか。よーし。ぜっ、ぜっ、ぜっ、ぜっ。倒すといろいろアイテム落とすんですね。よし、とにかく練習、練習。こんなんではちょっとはじめくんたちに勝てないぞ。よし。エミュー。よーし。よーし、オークをあと2体。お前かー。よーし。ほっ。よし。あと1体だな。いた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 。座る。やばいやばい。よし。オッケー。これで達成したっぽいかな。お、草原モンスター討伐 100% になりました。じゃあこれで、さっきの管理人みたいな人に話しかければいいんですね。
この辺だったっけ、いた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 、この人に、さあ倒しましたよ。受注だね、これだね。報告、よーし、コンプリート。 HP 回復薬を10個もらいましたね。 OK。 今ちょっと調べてたらスキルのセットっていうのがあるみたいで、キャラクターのこのスキルですね。あ、これがあるのか。全然セットしてなかったから全部普通の攻撃で戦ってましたけど、これか、スラッシュ。あ、習得します、習得しました。一応今スラッシュとショックスタンプ、これを習得したんですけれど、これでもう使えるってこと。ショートカットに登録すればいいんですね。これをじゃあ薬から変更して、これとこれ、ショートカット、座るはいらないでしょ、座るは。これで、お、セットできた。せっかくなんでね、クエストやりながらやってみますか。草原階層2階に生息するモンスター討伐依頼、コドラ、バトルビーオースト。お、2階行きましょう。のー、ちょっと違うところに来ましたよ。1階とか2階とかどんどん上がっていくんですね、きっとね。なるほど、ここの敵を倒せってことか。ちょっと強くなっていくんでしょうね。オースト、なんだっけ敵は。あ、オースト、コドラ、バトルビー、よし、これ倒せばいいのか。でも必殺技がありますからね、もうね、ザ、あ、これね、そんなすごい強そうでもないけど、まあまあ、おお、ちょっと敵がやっぱり強いな。ほら、あー、いいねこれ、スキル、うわ、いたいたいた、スキルいいですねこれ。おお、そうかそうか、これはいい、なるほどね。あー、これはいろいろね、スキルを強くしてったら面白いですね。スキルガンガン使っちゃおう。回復の薬はいっぱい持ってますからね。よっ、うわ、なんだあれ、やべえ、木みたいなやつがいる。おーい、誰かやられてたんや今、やばい、うお、力つきました、なんてこった。よーし、コンティニューです、復活しました。うわ、こいつめっちゃ強い、やべやべやべ、一撃でやられる、これはまずいな。そうか、こいつめっちゃ強いんでやめとこう。無理やん、もうあいつ強いから、ちょっと私のレベルではちょっと到底かなわない。ほーれ、おーい、おっと、おーれ、よーし、だいぶ倒したんじゃないかな。よし、達成しました。オッケー、スキルのおかげで達成できました。よし、報告報告っと。草原エリア、報告、オッケー、コンプリート。はい、ということで今回の練習はこのぐらいにしたいと思います。いや、まだまだね、ちょっと練習が必要かと思うんですが、これから頑張ります。最後になるんですが、皆さんにお願いがあります。この動画が公開されてる頃には、僕の先進軍団がもうできてるかと思います。一応ね、30人ぐらいの軍団を作ろうと思ってるんですよ。なので、アマベルオンラインやってる方は、もしも先進軍団に所属しているプレイヤーを見つけたら、ぜひぜひ、一緒にプレイをしてください。そうするとそのプレイヤーのレベルが上がって、はじめ&ヒカキンを倒しやすくなると思うんですよ。すでにアマベルオンラインやってるという方は、ぜひぜひ正金軍団のプレイヤー鍛えてやってください。お願いします。それからまだアマベルオンライン一度もやったことない、ダウンロードしてないという方はですね、この動画の概要欄から、ぜひ一度ダウンロードしていただいて、正金軍団のプレイヤー見つけて一緒にプレイしてください。はじめ&ヒカキン倒すしかないんですよ。皆さんの力が必要です。よろしくお願いします。なんか選挙戦みたいになってるけど、もちろん僕自身も頑張ります。それではまたお会いしましょう。 See you next time!僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見つけやすくなります。またセイキンのツイッターでも随時最新情報を更新しています。動画の概要欄にそれぞれのリンクがあるので
お気軽にチャンネル登録、フォローをしてみてください。